Hi e v e r This is Toki. 本日は2021年12月29日。まあ、残すところあと2日で2022年がやってきます。まあ、年のせいですね。今回どんなお話をしようかなと思ったときに、まあ、このように日本語で皆さんに。 語りかけている私は日本が大好きですね。それで日本で何か話題になったものを取り上げてみたいと思いました。都市伝説的に取り上げるとすれば、今年一番話題になった本と言っても過言ではないでしょう。漫画本になるんですけれども、私が見た未来、たつきさん女性作家なんですが、彼女が書いた漫画です。1999年、 ノストラダムスの大予言で世間が騒いでいる時にひっそりと出版した本。漫画本ですが、私が見た未来。これは、たつきりさんが自分で予知夢を見たことを書いていたり、彼女は少し怖い話を漫画にして書いている時期があって、まあそれを書いていたりしたそうなんですけれども、この本の表紙が、1999年の表紙ですけれども、大災害は 2011年3月に来るといったようなことが書かれてあったんですね。それはすなわち、東日本大震災です。それを1999年の表紙に書いてあったために、その東日本大震災が起きてしまって、その後に、この本が話題となってですね、もう話題となって話題となって、プレミアがついて10万円を超える値段で取引されていたそうです。 その後、22年の沈黙を破り、ご本人が登場、登場といいますか、新しく復活版といいますかで、完全版という形で、今年出版された本、この漫画も私が見た未来、トーキーも読んでみました。日本でかなり話題になっている本ですので、まあ、都市伝説好きとしては、まあ、読んでおかないといけない。 という、まあ、謎の使命感に駆られるわけですね。この本は、右翼右説を経て、今年2021年に完全版が22年ぶりに出版されました。それまでは全く手に入らない、幻の本とも言われていたんです。これはですね、SNS 上でなんと、たつきりを名乗る偽物が現れていたんです。そしてみんな騙されていました。本物だと思っていたんです。テレビ局も騙されて、 有名人も騙されていましたね。で、本も出すという話も、その偽物の方と話が進んでいたりしたそうです。で、タツキ亮さんという方は、全くインターネットをやらない人らしくって、分からなかったそうです。こんなに話題になっていること。自分自身がですね。もう引退して22年も経ってますから、まさか今になって自分の本がこんなに話題になっているとは思わなかったんでしょうね。それで 怒ることもせずに、辰き亮さんはすぐにその偽物の方を許してですねきっと、その方も私と同じような予知夢を見て責任感に駆られてこのような活動をしたんだろうとおっしゃってるんです。 まあ素晴らしい人間性なんですよね、辰木亮さんこういった予知夢だったり、何か未来を見てしまう人で、人格者というのはすごく安心しますね、ああ素晴らしいな性格をなさってるんだなと思いましたし、そしてそのたつきさんいわく、私が特別というわけではなく、全員、皆さんみんな、夢で何かを見ているんだと、でもほとんどの場合、夢を忘れてしまう。 辰樹亮さんは漫画家をしておりましたのでネタが降ってきた時にすぐメモに書けるように枕元にいつもメモ帳を置いていたそうですそれで起きた時に覚えていたらそのメモに自分でその見た夢を書いていたのでそれで覚えていたということなんですねで見た夢から5年後とかに実際に起きることがあってそれはダイアナ妃の死去を夢で見てるんですねもちろんその ダイアナ妃本人が夢に出てくるというわけではなくて、夢を見ていたら誰か女性の声でダイアナと叫んでいる声がしたり、それがですね、8月31日にダイアナ妃はお亡くなりになってるんですが、その、えっと、1997年8月31日がダイアナ妃がお亡くなりになった日なんですが、その5年前の同じ日に夢を見てるんですね、たすきりょうさんが。 つまり1992年8月31日に夢を見たということで、その年月日もメモに残しているので、後でわかるそうです。あ、この時の夢なんだと。有名なところで言えばフレディ・マーキュリーの死去も夢で何度か見ているということなんですね。で、その SNS 上で辰木亮さんの名前を語っていた偽物の方なんですけれども、なぜそんなことをしたかというと、 実際に変な夢を見ていたと。自分も奇妙な夢を見ていたんだけれども、自分よりも前にたつきうという方が、予知夢と称して、漫画などで警告を発していたと。それはすごいことだから、その本人に会いたい、そして本人が表に出てきてほしいという願いを込めて、自分が名乗ればこの騒ぎに乗じて、ご本人が表舞台に出てくるんではないかという、その望みにかけたともおっしゃってるんですよね。 ところが、たつきさんとしては全くそんなことは知らなかったということだったんです。そんなたつきさんは富士山の噴火の夢も何度か見ているそうです。ところが、たつきさん曰く大きな噴火はないだろうとおっしゃってるんですね。噴火の夢というのは世界的な大きな騒ぎが起きるという象徴としての夢らしくて、つまり、 去年あたりからずっと続いているこの世界的なパンデミック、ウイルス騒動ですね。このことを指してその夢を見ていたのではないかと、辰木亮さん本人はおっしゃっています、まあ。ちなみに彼女が富士山の噴火の夢を見た日付を公表しておりますので、こちらでお伝えしておきますと、まず1回目に富士山の噴火の夢を見たのは1991年8月20日、2回目は 2002年5月27日、次に2005年6月11日にも見ているとおっしゃっています。今回復活したこの完全本ですね、この表紙の帯に書かれた言葉が怖くって、本当の大災難は2025年7月にやってくると書かれてあるんです。たつきりさんとしては2011年3月のその日付も 彼女としては東日本大震災を指して行ったつもりはなくて、ただ彼女の夢の中ではっきりと2011年3月という言葉が見えたのでそれを表紙に書きましたというふうにはおっしゃってるんですね。つまりこの2025年7月というビジョンがはっきりと彼女のこの夢の中に現れたと言っております。そして、これはですね、うーん、まあ、 彼女曰く、あの、フィリピンから台湾、そして沖縄あたりですよ。その間で大きな何か海底地震っていうんですか、ね、何かが起きるということを、まあ、ちょっと漏らしてるんですよね。それがもしかしたら2025年7月。まあ、当たるかどうかわからないですし、当たらないこともすごく多いと思うので、そんなに怖がらず、ただ、2025年7月か、うん、ということで、 まあちょっと頭の片隅に置いておくのもいいのかなと思ったりはしますねうん。今回は2021年の日本で最も話題になった本、都市伝説界隈で話題になった本ですけれども、たつきさんの私が見た未来を取り上げてみました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。